どうもおはようございます。お疲れ様です。今回はね、0から1の作り方っていうお話をいくつかに分けてしようかと思います。まず1つ目の0から1の作り方、ビジネスをしたことがない方がまず最初のビジネスで0から1を作る方法です。単純にセルフバックがよろしいかと思います。セルフバックは何かっていうと、なんかね、 A8 ネットみたいな ASP に登録することによって、まあいろんな案件もらえるんですよ。その案件っていうのは取り組むのは基本的に0円です。0円なんですけども、取り組む作業をすることによって5000円とか1万円っていうインセンティブがもらえるんですよね。これはね、代表的なのはクレジットカードの作成なんですけども、通常クレジットカードって作るのは無料じゃないですか。でも A8 ネットを通じるとクレジットカードを作ると5000円とか1万円くれるんですよ。ニコスとかね、ビザとかね、いろいろあると思いますけども、クレジットカード皆さんお持ちですよね。そのクレジットカードどうやって作りました？私は A8 ネットを通じて作って、カードを作るためにお金をもらうようになってるんですよ。審判会社ってのはとにかくカードを作ってもらうことによってビジネスが始まりますんで、なるべく多くの方にカードを作ってもらいたいんですよね。で、カードを作ってもらうためには宣伝活動しなければなりません。宣伝活動にはコストがかかります。だからそのコストを、例えば確実に作ってもらえる人がいるんだったら、1人当たり5000円とか1万払ったら安上がりなんですよ。ですんで、私は審判会社のカードを作るときに、そういった ASP を通じて作ることによって、自分必ずカードを作るんで5000円ください、必ずカードを作るんで1万円くださいっていう風な形のルートを通るんですよね。そうするとクレジットカードを作るというビジネスがまずは成立します。ところがクレジットカードは無限に作ることができませんよね。だから紹介活動するんですよ。クレジットカードを作ると1万円とか5000円もらえますよ、このルートで作ってみてくださいっていう風な、こういった方法を教える事業が始まります。そうすると、例えば10人の人を集めてね、クレジットカード作りましょう、手数料皆さん500円ください、講義代500円ください、サポートしますってやると、人にカードを作ってもらって10人だったら5000円集まるわけじゃないですか。これがビジネスですよね。あとね、最近でしたらね、 AI アートですよね。AI でその自動的に文字を打つだけで、文字って言ってもね、2つか3つの文字を打つだけでイラストができるんですよ。で、絵心がなくてもできるんですよ。で、私は実際自分で50を過ぎて絵心がない私がイラストを作ってみましたみたいな動画をアップしました。そうすると自分もやってみたいですっていう人からの申し込みが来ます。で、その申し込みに対して、この URL から、AI アートを作るソフトウェアを使ってみたらいいんじゃないですかっていう形でお勧めします。そうすると、まあこの AI アートっていうのは無料版と有料版があるんですけども、どちらにしても私の方にはインセンティブ、紹介料が入るんですよ。これによって利益を出していくっていう形ですよね。先ほどお話した A8 ネットの例にしても、初期費用かかりませんからね。で、無料で始めれて、再現性があって、再現性っていうのは何回でもできてってことなんですけどね。何回でもできて、そのたんびにお金が入る。これがまあビジネスなんじゃないかなと思って、まあ今でもこれ使えますし、これからも使えていけるんで、どんどんやっていこうと思います。そのための段取りとして、YouTube で情報発信をしているっていうのがあると、もっともっとやりやすいかなと思います。今私がお話したその A8 ネットにしても、 AI アートのソフトウェアにしても、いきなり YouTube チャンネルを立ち上げてスタートしましたって、もう最初からね、売り上げ立たないと思いますんで、だったら普段からどんなことでも放送しておいて、いつも見てくださる方が必ずいるっていう状態にいわゆる温めておくことによって、自分が紹介、手数料をもらえるような案件が来た時にいつでも自分のビジネスになるということ、この方式がまあ今の時代は誰でもできるんで、すごくいいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ本日は以上でございます。ありがとうございました。